はい、よい風景です。じゃあ、マントラ軍本営の探索を続行しましょう。なんか、ちょっと行けそうなところがあるにはあるんですけれども、上の方を目指していこうかな。ストーリーを最初に進めたいっすね。3階行きましたね。ここでいいんだろう、きっと。なんか2階とかあったみたいだけど、まあいいだろう。で、どっちだ？こっちか。まっすぐ行ってみるか、とりあえず。階段がある。下に降りるのか。いいや、いいや。上の方行きたいんだから、こっちだろう、きっと。おーっす。おー、裁判にかと思えか。ゴズ天皇は最上階においでだ。闘技台の先のエレベーターです。会いに行くといい。そうだ、ちょっと、あれだな。イストーンをかけとくか。敵の出現確率が減る。これ時間の探索、なんだっけ、短縮になっていいかもしんない。こっちかな。ここだな、きっと。これで上を目指します。60階。すげえな。4階から59階まではどうなってるんだろうか。おぉ、上がってく、上がってく。多分すごい G かかってるぞ、これ。ああ、長いな。60階だからな。なんか話さなきゃいけないか。今お酒飲んでます。で、今っていうか、毎回飲んでるけども。飲んでますよ。アマラ深海が懐かしいですね。アマラ深海に帰りたいな。なんかすげえ楽しい、アマラ深海。なんか遊園地みたい。まあ、メノラを手に入れなきゃいけないですね。アマラ深海に行くには。なんだ、下の方行けるけれども。あ、宝箱か。いいだろ。めんどくせえ。いいや、いいや。先に進んじゃいましょう。きっと熱い展開が待ってるはず。頼もう。ここか。ゴズ天皇の間。扉の先から強い妖気を感じる。中に入りますか。はい。来たぞ、ゴズ天皇。天地に気揺らかすは、さゆらかす。神我がも、神こそは気ね気候。気ゆらならば。でかーでかー、よく来た。大いに歓迎しようぞ。我はゴズ天皇。マントラ軍の王者として悪魔らを導いておる。しかしその方の戦い見事であった。我ら高き悪魔の出現、間違った、新たな高き悪魔の出現、誠に喜ばしい。まずは褒美者、遠慮なく受け取れい。噛むな、今日もか。ゴズ天皇から力を授かった。能力は上がり、さらに2体の悪魔を刺激できるようになった。ナイスだ。その身に生がみなぎったであろう。これが我の力ぞ。今後とも我に尽くせば、さらなる力を授けようぞ。どうじゃ、これなら我がマントラに使えることに依存あるまい。どうしようかな、これ難しいよね。仰せに従うにするか。断る。決められない。我がマントラに使えることに依存ある前にね。まあ、その悩むところじゃないんだけどね。断るにしてみるか。おお、なんか笑っていらっしゃる。お前も欲深いやつよの。この程度の任す日では、というか。まあいい、その底なしの欲望も悪魔なれば頼もしい限り。我に使えずとも良い働きをしてくれるだろうって。まあ、ニヒロはムカつきますからね、なんとなく。
だから逆らうような真似は、だが逆らうような真似はするなよ。その時には分かっておる。おお、ふっくりだこいつも。さて話そう。我らマントラの敵なるはニヒロ機構。それは知っておろう。奴ら世界に静寂をもたらすなどと企みて我らを脅かしておる。もうこれ以上奴らの振る舞いを見逃しておれぬ。我はダンを殺したのかな。我がマントラ軍はニヒロ機構に攻め入る。そして奴らを滅ぼす。配下の赤丸には銀座にある奴らの本部に攻め入るようにすでに命じてある。お前も悪魔ならば厳然に行けい。この世界を脅かす者どもを成敗するのだ。我は五頭天皇、悪魔を混沌の国を導く者なり。銀座行きますか。じゃあ探索をやってからね。なんかなんか暴力を誇示してる、こういう、なんていうかな、その、五頭天皇が、逆になんか保守的なんですよね。ちょっと面白いですよね。なんか普通はなんていうか、暴力を使って革命を起こそうっていうのが、割と王道なのに、とてつもなく高い。飛び降りますか？はい。本当に飛び降りますか？本当にってどういうことよ。ダンテの真似。ああ、そういうことか。瀕死だ。でもまあ、これで回復したしな。っていう感じですね。じゃあ、こっちの、探索をやっておきますかね。ちょっと待って。ですね。あと、まあ、時間あるな。まあ、だいぶ時間あるんで、こっち行ってみますか。こっち行ってなかったですよね。ああ、だいぶ広い空間があるな。クマの効果は切れた。もう一回かけとくか。探索に続行できるんで、この方がいいかもしれないですね。まあ、レベルも十分上げてるし、いいだろう。こっちか。この部屋は、ああ、広いな。マントラ軍は、マガツヒを絞れ取るための施設を歌舞伎町に持っています。仲間のいくらかはそこで絞られ中。ああ、そうなんだ。歌舞伎町にね。ん？王国のメノラーの炎が激しく揺れている。魔人か！待て。ちょっと待て。チャクラドラップで回復しておこう。セーブしに戻った方が良かったか。とてつもなく恐ろしい悪魔の気配がする。とどまりますか。はい、挑もう。本当にとどまりますか。はい、勝負だ。